おはようございます。長官太郎です。今日は8月19日の金曜日です。いつもご視聴ありがとうございます。米国株ニュースのまとめチャンネルです。1日の出来事を丸ごと分かりやすくまとめてます。短時間でどこまでインプットアウトプットできるのか、残業体調不良も関係なしで毎朝出勤時間まで全力です。今日も盛りだくさんです。ではよろしくお願いします。はい、じゃあまずはですね、FRB メンバーが昨日の FOMC 議事録の補足にですね、出動しました。今日はブラードさんとデイリーさんが出てきました。まずはですね、ブラードさんですけれども、昨日のですね、FOMC 議事録の市場の理解は、今後のインフレによっては利上げペースを減速させる、急激に利上げしてきたので影響を見極めたいということでした。結果ですね、昨日は9月の、75ベーシスポイント利上げ予想の、これがですね、52.5% から 36.5%に急激にですね、低下したんですけれども、セントルイス地区のですね、ブラード総裁は、9月の FOMC で、75ベーシスポイントの利上げ実施にですね、傾いていると述べました。インフレ率を目標の 2% に戻すには約1年半かかると、予想しています。インフレに大きな圧力をかけるため迅速な対応が必要として、来年まで利上げを引き伸ばしたい理由はですね、理解できないということを言いました。今年で急激に利上げして、もう来年利上げしませんよ、今年で終わりですよっていうふうにですね、受け取ってしまいますけどね。はい、じゃあ次はですね、もう一人、デイリーさんですね。サンフランシスコ連銀総裁、この方データドリブンで知られていますね。データに強いという方ですね。9月の FOMC では50ベーシスポイントか75ベーシスポイントの利上げが望ましいとのことです。やはり、この2択ということですね。年内に景気抑制領域である 3% をやや上回る水準に、来年にはですね、3% をさらにやや上回る必要がありそうだということですね。来年利下げを見込む一部の投資家さんをね、牽制したという状況です。利上げ後に水準を維持する戦略は歴史的に見て走行してきたと考えているということです。ブラードさんは急激な利上げで今年で利上げを終わらせる考え、デイリーさんは来年初めで利上げを終了する考えということで、まあ、早めのですね、利上げ終了というのがですね、濃厚に、なってきてますね。こちらはね、 CME フェドウォッチの、予想なんですけども、今ここが、11月ですね。そして12月に、利上げがですね、行われたら、この350から375ベーシスポイントで1年間はですね、据え置くというような、予想になっていますね。先週まではね、この来年の5月だけは、もう一段階、利上げがあるという予想になってましたけどね、ちょっと、柔らかくなりました。はい。で、ブラードさんはですね、インフレ 2% まで1年半かかると、予想しているため、利上げは2024年以降ということに、なりますね。そして今日の、9月のですね、FOMC の利上げ予想なんですけれども、75ベーシスポイント、昨日は 36.5% でしたけどね、ちょっとだけ上がって、40.5% ということになりました。そして年末からですね、年初で、利上げ終了、9月は50から75ベーシスポイント利上げまで、市場を織り込み済みと思います。方向性はですね、だんだん見えてきてますね。FRB の今までの見込みはずっと間違えているので、信じきってはいけませんけども、Don't fight Fed ですね。引き締め中はおとなしくということになるかと思います。QT はですね、9月から MBS 住宅担保証券ですかね、これが600億ドル償還に、加速するので、1年でですね、25から50ベーシスポイントぐらい、10年債のですね、利回り上昇効果になって破壊力が増すかもしれません。というか、まあ、今よりか増すと思うんですよね。そして住宅が売れればですね、まあ、やっぱり10年金利どんどん上がってですね、4% 台につけるかもしれません。ただ、CPI、インフレ率が鈍化して、原油価格の急騰がなければ、ソフトランディングできるかもしれません。歴史的には利下げ発表がないと本格的に株価は上昇しないので様子見ではあります。でも次にですね、相場がぐーっと下げたらですね、最近の上がりを見ると飛び乗りたくなりますね。ちょっとドルをたくさん持ってないと今の為替状況だとちょっと怖いところありますけどね。はい。で、次の方向感を示すイベントとしては8月25から27のジャクソンホール会議で、パウエル議長がですね、今後の政策を丁寧にですね、説明するので注目となります。多分高なことを言うと思うんですけどね、まあ、優しいこと言ってくれたらですね、また爆上げするかもしれないですね。はい、
で、じゃ次に行きますね。次はですね、今日の相場なんですけれども、相変わらずドル強いですね。きます、金利ですね。DXY ドル指数、ついに107に行きました。もうドルめちゃめちゃ強くなってます。そしてドル円ですね、135円の後半ということで、もう136円が見えてきましたね。それでビックスまた下がって、相変わらず20行ってないということで、恐怖全然ありません。そして今日金利ですね、昨日は 3% に行くんじゃないかなというぐらいの強い、上昇を見せてたんですけど、今日はね、ちょっと一服したんですよね。はい、ドル強いんですけどね。ただ、3ヶ月債がですね、これ 2.671、ここだけ上昇してて、昨日より 0.64% 上昇してますね。そして10年債が、2.884 と今日下がってるんでですね、この3ヶ月債と10年債のですね、利回り、これがですね、かなり、スプレッド縮小してます。はい、FRB はですね、2年と10年じゃなくて、3ヶ月と10年を見て、ここで、リセッションするかどうかですね、注目しているということでした。ですから、この金利差縮小ですね、ちょっとピンチじゃないかなというところですね。はい、ドルは強いので、米経済の強く、これですね、ソフトランディング期待が高まるほど、ドル高がですね、進むような状況となっています。はい、また、今日のですね、原油なども見てみますけども、10年債、今、このようなチャートですね。ちょっとじわじわ、8月から上がってきている状況ですね。はい。そして、今日の、原油なんですけども、はい。インフレに大きく関わる原油。今日はですね、上昇してますね。はい。原油。まあ、今、下落トレンドの中でね、3% ぐらい、上がりました。ただね、この中でかなり、まあ、やばい上がり方してるのはですね、相変わらず、ですね、この、オランダの、天然ガス先物ですね。もうずんずん上がってきてますよね。はい、まだ止まらない状況で、今日も 6.72% 上昇ということで、欧州、ここまで上がるとですね、本当にリセッションが近づいてきてるんじゃないかなというところですね。はい。そして今日の、ですね、指数なんですけども、はい、今日の指数はですね、すべて小幅上昇、しました。はい、今日ですね、ラッセル2000が 0.68、ナスダック 0.26、SP500 0.23、ナスダック総合 0.21 となってますね。ダウジョーンズがもうほとんどプラマイゼロぐらいですけども、一応上昇ということですね。はい、SP500 はもうすぐ200日平均線ですけど、ちょっとね、頭抑えられてるような状況ですね。そして999などで出来高見ますけど、出来高はね、相変わらず、まあ夏休み中なのかですね、ないっていうような状況ですけど、今日はね、じわじわと、ずっと上がっていきました。はい。そして、こちら、ヒートマップなんですけども、今日ですね、エネルギーと半導体がですね、特に、強かったですね。いつもこの辺は動きが激しいセクターになってますね。そして最近ですね、いいチャートがいくつかあるんでね、ちょっと見ていきたいんですけども、ちょっと飛び乗り損ねた感じではあるんですけども、まずですね、エネルギーの、マネジメントするっていうか、コントロールするようなスパック上場の、ステムですね、今日 7% 上がってますけども、200日平均線抜けてですね、いい上昇を見せてます。はい。あと、半導体でですね、飛び抜けて最近強いのがですね、SKYT などですね。はい。スカイウォーター。今日は 6% 下げてますけどね、最近は、まあ、国内の半導体企業を強化するということで、まあ、半導体法案なども成立してですね、かなり最近上がってる SKYT ですね。それともう一つ半導体では、この、今日一番上がってますね、グローバルファウンドリーズ、ここが、また同じくですね、これ国内のファウンドリー企業ということで、かなり上昇続いてますね。まあ、ファウンドリーといえばやっぱ TSMC とかですね、サムソンになってくるんですけども、ここはアメリカとしてはですね、力をつけてあげたいという企業になってくるかと思います。はい。あと、バイオテクノロジーですね、LQDA。はい。まあ、不況下では買われるんじゃないかというセクターですけど、最近ちょっとあまり元気ないんですけど、ここはですね、特許裁判でですね、今、ユナイテッドセラピューティックスに対して優勢ということで、かなりですね、すごい上昇を見せています。今日も 7% ぐらい上がってますね。はい。それと、資本財でですね、ボーイングですね、ボーイング墜落機の安全確保がですね、いよいよできるということで、製造済みの120機納入する道が開かれましたね。モルガン・スタンレーは170億ドルの売上見込みじゃないかということで、上昇してきてて、今200日平均線にもう少しっていうところですね。それとあと UNP とか CSX など鉄道もですね、意外とこれいいんですよね。7月からずっと上がってきて200日平均線を、超えてきてます。はい。それと次ですね、HO
ジ、ハーレーダビッドソン、バイク、かっこいいやつですね。ここなんかも200日平均線をですね、決算で大きく上抜けてですね、ずーっと上がっていってます。はい。今入るのはちょっと怖いかもしれないですけどね。PR10 倍ぐらいの水準ですね。はい。そして次がですね、レストラン関係に行くんですけど、メキシコ料理のチポトレですね。ここも決算で、ね、一気に上がって200日平均線を上抜けました。今日 0.3%。PR64 倍とですね、なかなか、高い水準になってますね。それとあとね、日本のくら寿司ね、子供が好きなんですけどね、これは、200日平均線をね、またここも決算でね、抜けてぐんぐん上がっていってるんですね。今日マイナス 0.6%、PER はまだマイナス赤字みたいですね。はい。あとですね、ナスダック、これもね、いつもね、これ上がってるんですね。大体常にですね。ここも7月からですね、まだずっと上がって200日平均線をですね、上げているという状況ですね。それと何と言っても、あとエネルギーですね。LNG、シニエルエナジーなど、この、ここもですね、今日 4% ぐらい上がってますけどね、もちろん、50日も200日平均線もですね、アウトブレイクしてます。それとですね、まあ、あとタンカー系がどれも強いですね。今日、トーム、決算あって、125% ぐらい売上成長してたと思うんですけどね、また窓を開けて、今日 10% ぐらい上がってます。タンカー銘柄はね、もうどこも、最強なチャートしてますよね。はい。それと、あと、ソーラーもですね、これ、まあ、気候変動対策、これもあったからだと思うんですけどね、このサンパワーとかいいチャートしてますね。1% ぐらい上がってますね。それとファーストソーラーなども、上がってます。はい。ただですね、これ、今日ブルームバーグからですね、記事が出てまして、米バリュー株が崩壊の危機、米金利のピークとともにグロース株優勢にというですね、記事が出ていますね。7月はグロース株のアウトパフォームがね、過去22年で最大だったみたいですね。いや、確かにすごい上がりしてました。で、インフレがピークをつけたとですね、見方を強めた投資家が石油株や銀行株を手放しているというような、内容の記事ですね。はい、鍵は長期金利の方向性ということです。はい。じゃあ次なんですけども、次はですね、米住宅、中古住宅販売、これですね、5.9% 減ということでした。しかし、価格は高止まりということですね。7月の米中古住宅販売戸数が予想下回って、前月比マイナス 5.9% の481万戸となりました。結構急落してきてますよね。で、コロナで落ち込んでいた2020年以来の低水準です。パンデミックの期間を除くと2015年以来ということで、6ヶ月連続減少はなんと2013年以降で最長ということですね。で、ロイターのエコノミスト予想は489万戸でした。前年同月比はマイナス 20.2% ということで急減ですね。4地域すべてで減少しています。しかし、7月の販売価格の中央値は前年同月比プラス 10.8% の 40.38 万ドルということで、価格は高止まりしています。金融引き締めで需要抑制ですけれども、供給も減っているので、価格がですね、下がるか、心配です。昨日とかはね、着工件数とか発表ありましたね。で、価格が下がったらですね、また住宅買われます。QT、引き締めはですね、これ9月から MBS、住宅担保証券は、これ600億ドルに償還がですね、加速するので、住宅が買われると、まあ、10年金利 4% 目指すんじゃないかというところですね。で、7月の住宅販売在庫はですね、131万戸と、6月からわずかに上昇、販売に対する在庫比率は 3.3 ヶ月ということで、6ヶ月連続で上昇中ですね、5ヶ月を下回る場合に在庫がタイトなんで 3.3 ヶ月はですね、超タイトということになります。はい、じゃ次なんですけども、次はですね、フィラデルフィアの、連銀業況指数の発表がありました。今回 6.2 で予想以上でした。これ8月の製造業、業況指数ですね。6.2 で低水準だった7月のマイナス 12.3 からですね、これ一気に急上昇。もう、これかなり先月危ぶまれたんですけど、ここから下がることなく上昇となりましたね。エコノミスト予想の中央値は 5.0 のマイナスということだったんですけど、30人の予想すべてをですね、上回る結果ということで、エコノミスト何やってんだって感じですけどね、4月以来の、高水準です。はい。そしてですね、内容としてはですね、これ8月の製造業指数は急回復、仕入れ価格が2020年終盤以来の最低水準ということで、インフレ鈍化は丸ですよね。で、入荷遅延はプラスとなってですね、これ供給も正常化、していってますよということみたいです。で、生産ペースは緩慢な伸び、新規受注はマイナス5、
3ヶ月連続下がってるんですけど、20ポイント以上回復中。全般的に短期見通しは悲観的となってます。6ヶ月先の見通しは、マイナス 10.6 ということで、7月のマイナス 18.6 からは改善。インフレ供給もですね、回復してるんですけど、見通しは悲観的。でも、まあ、一応回復傾向というような、内容になってってますね。はい。月曜日のですね、ニューヨーク連銀の製造業景況感はですね、本当にこれ最悪だったのになんでですかっていうところですね、データで遡れる、2001年以降でこれ2番目にですね、大幅な低下だったんですよね、これ前回ですね。あ、こっちか。はい。あ、これですね。あら、違う。あ、こっちだ。これですね。マイナスがいっぱい、出てますということですね。そして、販売価格だけはちょっとインフレ高止まりというようなですね、内容だったんですね。はい。これ今回のフィラデルフィアは良かったんですけどね、他の連銀と比べたらですね、どこもですね、インフレ、供給網はですね、回復してきているような、状況ですね。まあ、ちょっと単純には、他は悪いんでですね、喜べないのかなというところですね。ついでに7月の景気先行指標、これもですね、発表されて6月のマイナス 0.8 からマイナス 0.4 に、改善となりました。はい、じゃあ次なんですけども、次はですね、個別株のニュースいきますね。まずテスラですけどね、テスラも、いいチャートしてますね。今日ちょっと下がってますけどね、200日平均線を、上抜けてるけど、ちょっとまあその辺行ったり来たりしている状況ですね。テスラですね、中国でモデル Y などの、納車期間を短縮、最短4週間ということです。これまでは最大24週間でしたね。まあ今もね、最大では20週間ぐらいかかるものがあります。上海工場ラインの更新完了で生産体制が強化、さらに強くなりましたね。モデル Y の後輪駆動の納車は4から8週間、他のモデル Y やモデル3は12から20週間ということですね。上海工場はモデル3とモデル Y を合わせて週 2.2 万台の目標としています。はい、テスラどうでしょうかね。まだ金利次第っていうのもありますけど、上がりそうですよね。それとですね、公的資金を申請して、スーパーチャージャーステーションをですね、他の、EV ブランドに開放しようとしているということですね。はい、じゃあ次に行きますね。次はですね、スーパータンカーの、金利の、ニュースなんですけども、ですね、これがですね、記録的なアメリカのですね、原油輸出で、2年ぶりの高水準に急上昇ということみたいですね。大規模原油運搬業者のベンチマーク収益は4万ドルに近づき、2020年6月以来の、最高水準という状況ですね。ロシア戦争で遠回り、サウジがですね、活発なためということみたいですね。今日はですね、先ほどお伝えしましたけど、トームのね、決算があって、トームは 124.5% 成長、そして 9.92% 上昇で、単価はね、かなり上がってました。はい、じゃあ次ですけどね、次、クアルコムですね。クアルコムがですね、サーバー向け半導体市場への復帰計画、スマートフォン用半導体メーカーの最大手なんですけども、スマホ依存をですね、下げる狙いです。匿名で語った関係者によると、昨年に行った半導体スタートアップのヌビア買収で手にした製品の顧客を探していて、Amazon の AWS がですね、検討に合意したということです。はい。じゃあ次行きますね。次は AMAT。はい。半導体製造装置ですね。一応決算があってね、かなりクリアしてるんですね。はい。これ予想を上回る第3四半期の業績ということで、景気減速の懸念をかわすようなガイダンスを発表して、一時 4% 近く、急騰となりました。まあ、最終的にですね、2.14% の、プラスとなっていますね。はい。そしてですね、中国の、GDP の見通し、これついでなんですけど、野村証券とゴールドマン、どちらもですね、下方修正して、野村証券が 2.8%、ゴールドマンも 3.3 から、下げてですね、3% ということで、まあ、中国の GDP はですね、やっぱりロックダウンとかもいろいろあってですね、どんどん下がっていってるという状況です。それとあと新興国ではですね、トルコが 80% 近くのインフレなんですけど、さらにですね、利下げということで、市場に衝撃を与えてですね、リラが下落ということをやってるみたいです。すごいですね、トルコですね。はい。あとですね、次、ワクチンのニュース、ついでに言っときますけども、ですね、アメリカがですね、コロナワクチン治療薬の無料提供を終了ということですね。これで今日ワクチン株ですね、軒並み下落してますね。ノババックスマイナス 5%、モデルナマイナス 5% といった具合ですね。はい。そして、ですね、費用負担の民間への移行には数ヶ月かかるみたいですね。
ついでにですね、今度サル痘のワクチンなんですけど、180万回分追加ということで、感染者が 1.35 万人と書いてますね。デンマークのバイオ医薬品のババリアンノルディックのサル痘予防ワクチン180万回分をですね、追加供給するということです。そして22日からワクチン発注可能になります。で、検査でですね、陽性が判明した感染者向けにはですね、シガテクノロジーズ製の、抗ウイルス薬、これ5万コース分を用意して、州地方保健当局は来週から発注が可能になるみたいですね。はい、今日はね、滋賀がマイナス 6.42% ぐらい、下がってますね。はい、ここワクチン銘柄ですけどね、さっきのですね、ババリアンノルディックなどはですね、8% ぐらい、上がってますね。はい。なかなかのチャートですね。シガーテクノロジーズもね、結構いいチャートしてますよね。はい。はい。じゃあ次、スプレッドシートで見ていくんですけども、ちょっと時間切れになりました。はい。急いでいきますね。今日ドルは全ての通貨に対して強いです。ビットコイン、イーサリアム上がりました。指数は小幅上昇ですね。今日セクターではですね、コモディティ強いですね。1.5% 上昇です。原油がちょっと上がりましたからね。はい。ただまあ、全体的には、1週間ではまだ下がってますね。セクター ETF、は、ほとんどこれ下がってますね。ジェッツ、軍事、キュア、DBA、農作物、アーク系。シーウェブなど、ちょっと特殊なやつは下がってますけど、普通のやつはそうでもないですね。今日エネルギーが 2.7% プラス、半導体 2.3% プラスです。一番下がったのは不動産マイナス 0.7、その次が、ヘルスケアマイナス 0.4、通信がマイナス 0.3 となりました。一週間で見るとですね、通信以外はまだプラスですね。はい。そしてガファム T は、今日そんな動きありません。宇宙もそんな動きなしなし。AMC と G、ゲームストップは今日売られましたね。情報技術セクターも今日はそんなに動きありませんね。半導体は全部プラスですけど小幅な上昇です。はい、ライドシェアは全部マイナスですけど小幅なマイナスです。はい、あとはですね、情報通信コミュニティも今日動きそんなないですね。スキルズがマイナス 6%、ワクチンの、バイオテックとモデルナは、モデルナがマイナス 5%、あとヘルスケアが今日売られてますから全体的にまあ小幅な減ですね。今日そんなにボラティリティないですね。製造業もほとんどプラスマイナスゼロぐらい、寝てる感じですね、相場がですね。これはホテル、レストラン、旅行も動きなし、店舗も動きなし、電気自動車は微妙に全部小幅マイナス、自動車も動きそんなにないですね。はい、そして銀行はどっちかというと微妙にプラスですね。ちょっと金利は下がってますけどね。はい、フィンテックも今日そんな動きないですね。アファームマイナス 4.4%、 アップスタートマイナス 5.7% とちょっと下げが加速してきてますね。生活必需品もそんな動きなし、素材も動きなし、エネルギーは、オールグリーン、特にあの石炭のピボティが、上がりましたね。まあ、石炭は今でも、世界で一番使われているエネルギーですしね、原油とか天然ガスが高くなるとまた石炭もですね、たくさん使われるようになります。はい、1週間で 15.6% 上昇です。はい、じゃあ時間になりましたんでね、会社に行ってきます。内容良かったと思う方いらっしゃいましたら、チャンネル登録とかいいね、スーパーサンクスいただけると励みになります。はい、どうもありがとうございました。行ってきます。